バカンス家族は2015年のアメリカのロードコメディ映画である。ジョナサン・ゴールド・スタインとジョン・フランシス・デイリーが脚本、監督を務めた。出演はエド・ヘルムズ、クリスティナ・アップル・ゲート、レスリー・マン、ビバリー・ダンジェロ、クリス・ヘムズ・ワースラ。ホリデー・ロード4000キロから続くバケーションシリーズの第6作目であり、ベガス・バケーション。 ナショナルランプーンズクリスマスバケーション2の独立した続編である。また、ベガスバケーションに続いて、ナショナルランプーンの名を冠していない2作目である。2015年7月29日にニューラインシネマとワーナーブラザースにより公開された。大人になったグリズワルド一家のラスティは LCC でパイロットになった上、結婚して2人の息子も授かっていたが、家族関係は冷めていた。 バケーションで家族の絆を取り戻すため、車でアメリカ大陸横断の家族旅行に出ることにした。ラスティは、かつて自分の父、クラークの運転で家族と訪れた、全米有数のテーマパーク、ワリーワールドを目指すが、ラスティにとっては、以前に、両親や妹との道中に、散々なトラブルに遭遇したが思い出となった、旅行の再現でもあった。 アルバニア製の中古車を借りて家族を連れ出した旅行はかつて以上のトラブルに見舞われる人道中となっていく。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。